全国8000万の J リーグファンの皆さん、こんにちは、パコちゃんです。さあ、というわけで本日も、J クラの方ですね、やっていこうかなと思います。で、今回はですね、ご存知の方も、たくさんいらっしゃるかとは思うんですけれどもね、カットイン演出についてちょっと、お話しさせていただければなと思います。カットイン演出とは何ぞやとね、思われる方もいらっしゃるかと思いますので、まずはね、カットイン演出が、わかりやすいかわからない、わからないですけども、カットイン演出がわかる動画の方がございますので、まずはね、そちらから、ご覧ください。それでは、どうぞ。かっこよすぎるでしょ？クリスのカットインちょっと。いや、よかった、見れて。ちょっともう一発打ってく、ド M みたいな。いやーかっこ、かっこ、初めて見ましたよ、私。かっこいいな。アウェイユニフォームでもなんかいいっすね。いや、いいな。クリスのカットインは羨ましいな。はい、というわけでね、今動画の方を見ていただけたかと思います。今のはですね、柏レイソルのクリスティアーノ選手がですね、試合中にスペシャルスキルの A 異次元シュートを発動させた時にですね、カットイン演出出ていたかと思います。というわけで今回はですね、めちゃくちゃかっこいいねカットイン演出、誰が発動させることができるのか、そしてどうやったらあのカットイン演出見れるのか、この2点紹介していこうかなと思います。まず誰が、カットイン演出出るのかと言いますとですね、このクリスティアーノ選手みたく後ろがね金縁になってる選手ですね。はい。まあ、こっちのグローリーカード見ればわかるんですけど、このここにですね、金になってる選手が一応ね、カットイン演出発動させることができますと。はい。まあ、レイソルで紹介していくと、クリスティアーノ選手と、小池選手ですね。小池選手も金になってます。はい。と、あと中村康介選手ですね。ゴールキーパー。こちらも金になってますので、発動しますよと。レギュラーカードは、後ろがね、金になってる選手。あとね、限定カードがね、今んとこ3種類出てます。バンディエラ、5月の MVP、そして今来てるスーパーノバ。こちらの3選手も、発動します。後ろが金に限ります。例えば、バンディエラ、大谷選手ですね。こちらバンディエラ、後ろのね、金色にバンディエラと書かれていると思うんですけども、大谷選手、発動します。なんで、残念ながら、バンディエラ、桐畑さんは、これ後ろね、銀色になってると思うんですけども、これはちょっと発動しないということで、はい。で、まあ、バンディエラ、大谷さんと、5月の MVP は、ソメヤ選手、発動します。こちら、金色になってますので。で、あと、今来てるスーパーノバでは、中川さんがですね、発動しますよと、ピンポイントタックル持ちです。なんで、レイソルは計6名のね、選手が発動させることができます。カットインの方。と、まあ、ガンバも見ていきますか。ガンバ大阪だったら、まず、金淵、三浦健太選手ですね。はい、男。はい、で、その男止められない、アデミューソン。ファンウィジョゴール、ファンウィジョと。はい。3選手。レギュラーカードは3選手プラス、まずバンディエラですね。ヤットさんですね。で、こちらのヤットさん、一応、85以上で、スペシャルスキル A を持ってるんですよ。だけど、銀縁なんで、発動しませんよと。でも、こっちのバンディエラ、ヤットさんは、後ろ金になってます。発動します。そう考えると、ちょっとね、バンディエラ、ヤットさん欲しかったかなと、思いますね。で、バンディエラ・ヤットさんと、MVP ですね。倉田修、発動します。と、あともう一人が今来てるスーパーノバ。中村くんも後ろ、金になってますので、カットイン演出見れますよと。で、まあ、多くて6名ですかね、各クラブ見れて。まあ、ちょっと限定カード被っちゃうと、まあ、それが少なくなってしまうかと思うんですけども。まあ、6名、各クラブ、最多6名見れますよといった感じでね。じゃあ、どうやったら、カットインエース見れるようになるのかといった話をね、今からしていこうかなと思います。で、まあ、先ほどの動画でですね、クリスティアーノ選手、異次元シュートを発動させた時にですね、センスが、下に出てると思うんですよ。各選手のセンスがね、下に、こう、どんなセンスがついてますよっていうのが出てると思うんですけども、その時、異次元シュートを発動した時にですね、シュートスキル A、金色に、輝くシュートスキル A のセンスがこうパッてね、出てきたと思います。こうパッて、こっちが。でかくなったと思います。あれです。
なんでクリスティアーノの、スペシャルスキル A はシュート系ですね。一元シュート。なんで、センスで、スペシャルスキル強化 A、シュート系のスペシャルスキル強化 A のセンスがつけば、クリスティアーノ選手は一元シュート発動できますといった感じになっております。なんで、私が持ってるの中では、スペシャルスキル A 強化持ってるレオシルバさんですね。ディフェンスです。パーフェクトスティールが、ディフェンスの、スペシャルスキルなんで、ディフェンスの、こちら、ディフェンススキル強化 A がついてると、レオシルバさん発動しますといった感じで。なんで、各選手違うんですよね。ファンウィジョー選手だったら、ハイコントロールシュート。これはシュート系スキル。なんで、クリスティアーノと同じ、スペシャルスキル強化 A、シュート系のスペシャルスキル強化 A がつくと、ファンウィジョ選手も、カットインエース出ますと。で、ウッチーですね。ウッチーは一応、スナイパークロス、これはパスですね。で、スペシャルスキル強化 A、ついてます。パススキル強化 A。なんですけれども、やっぱり、銀縁なんで、ウッチーは。カットインエース見れないといった感じでね。で、三浦玄太選手は、ついてないんですけども、パーフェクトスティールはディフェンス。なんで、ディフェンススキル強化 A が、センスでつけば、三浦選手も、カットイン演出が見れますといった感じになっております。はい、カットイン演出ですね。先ほど動画でね、見てもめちゃくちゃね、かっこよかったと皆さん思っているかと思います。私ももう本当にね、カットイン演出激アツなんで、うちの中ではレオシルバさんがね、結構発動させてくれるんですけども、やっぱりね、好きな選手のね、カットイン演出皆さん見たいかとは思うんですけども、やっぱりね、まず、A センスがね、つくことがね、結構、珍しいと言いますか、稀なんで、難しいかなと思います。で、今ね、イベントできてますね。トロフィースクランブル。こちらの、ランキング報酬では、なんとですね、A センス付きお気に入りクラブ、グレード85以上ガチャ券がね、100位まで、ランキング報酬の100位までの方にはね、報酬いただけますので、これでね、自分のお気に入りクラブ。ビッセルだとしましょう。ビッセルでね、イニエスタ選手引いて、しかも A センス付き、これがね、パススキル強化 A なんてついたら、もう一気にもうそのイニエスタ選手は、もうカットインエース出ますので、もうこれ狙っていければ皆さんいいんじゃないかなと思います。本当に、カットイン演出が見たい方は、もう、このイベントね、走って、100以内入ってね、ぜひともね、ガチャを引いて、カットインエース見れればなと思います。私はですね、今、623位ということで、今回はちょっとお休みしようかなと。やっぱりね、ソシャゲ、長い期間ね、遊ぶためにはね、たまには休憩も必要ですといった感じで、今回、私はね、ゆっくりお休みさせていただいて、次回のね、イベント、何が来るかわかりませんけれども、に備えてちょっと休ませていただこうかなと思います。それでは、ちょっとね、カットインエースについて長々と話させていただきました。知ってる方もね、いたかと思うんですけども、私もね、カットインエース、クリスティアーノ選手かっこよかったです。ファンウィジョ選手なんかにね、カットインエースつけばなと思いますので、これからジェイクラね、頑張っていこうかなと思います。それでは、最後までご視聴の方ありがとうございました。またね、次回の動画、またはライブ配信でお会いしましょう。それでは、本当にご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してくれたら嬉しい。ツイッターフォローもしてくれたら嬉しい。ルルル、just my type! ごめんなさい。